今の YouTube。 どうもヒカキンです。お待たせいたしました。ショボンのアクションサードステージでございます。ファーストステージ、セカンドステージの実況動画まだ見ていないという方いましたら、この動画の概要にファーストステージからのプレイリストのリンク載せておきますので、ぜひぜひファーストステージからご覧ください。皆さんのコメントを読んでいたら、何やらサードステージは半端ないと、ヒカキンさんサードステージはレベル違いますと、そんなコメントが多数寄せられ、僕は始める前から不安でいっぱいなんです。まあ負けないけどね。それでは始めていきます。3を押しながらエンター。 OK? OK! これがサードステージですか。早速いきます。バイポン。お、これは取って大丈夫なのかな。はい、ダメはい、ダメさあこれは意味がない。このハテナさんは、あー取ると落ちる。もう何でもありっていうのがもうなんか馴染んできたね。取っちゃダメと、アイテム基本取っちゃダメと。あー俺勝っちゃったの。勝っちゃったよでもこの感じだとなんかセカンド、あーやばいやばいやばい。お、このなんか音符マークすげえ天まで飛んでいけそうな雰囲気出てたよ。ほい、うわー、お、お、すげえ、やった、なんか嬉しいやんこれ。これは別にコイン意味ないけどね。上のブロック怪しいぞ。おお、すげえ。これはえ要するに天空に飛んでいくなということですね。わかりました。これ天空に行くためのこれブロックなんだね。わかったぞ。ジャンプをずらし、ああっしゃ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 、ああれでもこれ上登れなくね。ハテナが必要です。あの雲乗れるとか。ふっ、あれ、え、あの黄色に乗ってく必要があるってことは、ちょっと待てよ。音符使って上行く？あっ、どうやって上行くんだ。やっぱ音符使うしかないのか。音符、え、どうやって行くんだこれ。音符を使って上に、音符を使って、ここ死ぬじゃん。だってコイン意味ないって。折ってこれすぐに横行けば避けられないのかな。あら、だー、ダメだ。え、どうやって天空に行くのこれ。天空じゃねえや。え、どうやって登るんだここ。わからんぞこれ。行っちゃうじゃん。世界、世界じゃねえや。え、どういうこと。ああ、もうこれ無理じゃん。ん？もしかしたらこれが関わってくるとか？これ、スターもダメかい。ってことは？なるほど！わかったぞ。ほっ！ガッ！どっかに隠しブロックあるのかな？この辺とかに。それ以外でも行く方法が思いつかない。これになんかあんのか？あんのか？隠しブロック。隠しブロックさーん。最初から進み方がわかんないよ、隠しブロックさん。ほっ！あっ！あ、わかった。あそこ、ん？わかんないよな。音符を踏んであのブロックにぶつかるとか？ぶつかれねえじゃん。ぶつかれねえじゃん。ハテナを使えってどういうことなんだろう。ハテナを使え。ハテナが必要です。ハテナボタンを押すとかじゃないよね。ちげえ。ハテナが必要です。やべえ、これわかんねえ。踏めるとか？踏めねえ。
そういうことできることがないということは、このスターを出すと、あ、やっぱりそうやないか。今ブロックの位置ずれたでしょ。このスターや2つもハテナあるから、お金、あ、ハテナを使うってそういう意味か。いや、2つもハテナあって両方とも死ぬためだけにこう2個並んでるのおかしいなと思ってたけど、これスターを避けると多分スターが降ってきてブロックのが壊れたりするのかな。あー、これブロック低くなってない、これ。うわっ、うわー、あ、わかった、避ければいいんだ。サードステージ、これ謎解き系だね。取ってすぐ左にジャンプ。うぅー、ポーンって乗って、ポーンって乗って、ポンって行って、来た、ヤッフー、しっ、んで、おっ、あ、これで、いいよ、もうこのステージなくて、どうせこれ死を意味してるんだからさ。ほい、ほい、あー、よし、ここまでは分かったぞ。そして、やっぱすげえ変わってるこれ、なんか、うん、で、で、どうすんのこれ、で、どうすんのこれ。あー、ここを頑張って出すしかないんだな、ここ。あー、これどういうこと、この辺にブロックある。いや、この辺にブロックが、あー、あー、あれ、待てよ、こっから行ける？あ、あ、行けるじゃん、こっから。あ、行けた、行けた、うん。このなんか、茹でる前のパスタみたいなやつ、これ絶対落ちるよね。ヒュンじゃなくてパン！それも今んとこまで行くのがむずいんだってば。いや、これ難しいな。これパスタ折れたのどうすりゃいいの？折れた瞬間にすぐジャンプするつもりで行くってことね。ほっ、え、二個目に行くしかないんだ、これ。そういうことだよね。だって今すぐジャンプしたんですよ、僕。明らかにパスタ乗った瞬間にジャンプした。なのに、折れたってことは、二個目は折れないんだよ。多分、こう落ちるはず。で、これが折れるから一気に飛び越していきます。ほーん！あ、オッケー。オッケー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 、あ、うらー、なんだよ今の逆走。緑も触れちゃダメと、緑も触れちゃダメと。で、ここ飛び越えて、次のパスタは落ちて、でも緑も飛び越えて、わかったぜ。あい、あい、オッケー。あ、フラグが見えた。あ、なんか嫌な予感だよ。なんだよこの P。 あP 押さないで進むと。わかりました。あ、よし、 OK です。 P は出しません。あぶね、あぶね、今 P 出しかけただろ。あ、怖い。あ、よかった。これ怖い、なんか怖い、これ。この下落っこちそうだよね。あ、よかった。大丈夫だよな、これ。あ、やっぱほら、崩れるしょ、ほら。騙されなかったよ。ねえ。土管に入ってよかったことないんだよ。この先に隠しブロックがあります。注意してください。やけに親切だな。これ入れんのかな？入れた。あーん！あーん！セーブしたから大丈夫。この際隠しブロックがあるので注意してください。はい。お、なんか変なやつが来たぞ。ロボットみたいな。よいしょ。お、順調に進んでる。ああ、お、結構なんかスイスイ進んでる、珍しく。ああ、グレイトー。
グレイトーク。なんかこの辺でも久々にスムーズに進める感じでちょっと楽しいよ。うん、気分爽快だよ。ショボンには珍しい気分爽快さだよ。ああ、ここ地味に高いよ段差。ほら、あ、グレイト、これむずいな、うん、よっしゃ、せら、これジャンプすんぞ。いや、ジャンプしねえ。くっそ、大体わかったぜ。よし、で、あのジャンプするやつの避け方、もしと前に行ってジャンプし、やっぱりこの子は連動して動くんだな。え、じゃあどうすればいいんだ。ん、よし、はあ、もう同じ失敗は繰り返さない。戻る、来い。あい、なんだ。うっちゃえ。イエーイ。こんな簡単なことはね、でも一発目でできないんですよ。うわ、怖い。ブロックとかありそうで怖い。あ、あー、なんだこのポンポン、ポンポン床、ザ・ポンポン床。あ、ジャンプできねえ。うーし、意外と死ななかったよ、珍しい。あれ、これよくなんかマリオでもあるようなやつ。アンポンタン、天空まで行っちゃった。あ、わく、なるほど、これ崩さないでこれ登ってけど。ああ、あ、なんかプーンって飛んでるやつがいる。なんかプーンくんがいるぞ。ここ難しい助走だな、また。あら、よし、あー、プーンくん踏んでいこう。あー、ここ落ちる、プーンくん落ちる。よし、お、やんぽん、ビーム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 、ポテトでビーム。ゴールだったよね、今ね。でもあのポテトビーム何、ポテトザビーム何、あの、あ、ビーム食らわない。や、このプーンくん潰してこの中間行けってことか。ビーム来るもんね、ここね。あー、ビーム、なるほどね。あのブーンって飛んでるやつ踏んづけて中間の高さに行くと。ふっ、よっしゃ、来た、あ、来た、ピッツ、あ、来た、すごい。これで向こう行きしに、あのポテトビームどうにかしてよ。あっ、くっそー、そこ分かったぜ。もう分かったから、ジャンプしないといけんだな、あそこな。まずプーンくん踏んづけて、よいしょ、あっ、プロ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 、ここはジャンプをしないで走って落ちるぐらいでいく。よいしょ、あっ、きたって、このロボット怖い、ロボット怖い、ロボット怖い、なんや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 、えあのロボットが取る前にゴールしなきゃいけなかったってこと？へへへへ、ロボット捨てやがった。大丈夫、わかりました、ロボット来る前に。あー、やべ、プロだ、ガチプロだ。ふっ、ロボット来る前にポン、イエス。どうやって行くんだあれ、無理じゃん。だってほっといたらさ、ロボット持ってってもうゴールなくなり、乗ったらロボットがいて投げられて、え、どういうこと、どういうこと、え、わかんない。まさか亀の甲羅で倒すのか、まさかか、あ、まさか、え、あ、絶対そうだ、多分そうだぞ、これ。あ、これ多分、これそうだって。これこうやって、あ、
あ、絶対そうだ。ってことは亀の甲羅を先に壊してから下に行けばいいのかな。ぽいな。やばい、やばい、バカ野郎。あーあーああ。これもう終わっちゃった感じだよね、多分。あー、やっぱ無理だ。間違いない。多分要するにだから左に当ててこっちに、あ、違う。こっちに当てればいいんだな。右に亀の甲羅を当てると向こうの方向に行ってくれるから。あべ。よし。これで、むずくないこれ。これで、このプーンくん踏んづけて右行くんでしょ。むずっ。プーンくんが上に上がったくらい、え、プーンくんが程よく上昇してきたときに、ほっ、ほっ、でけた、でけたよ、奇跡のプレイができたよ。はっ、ロボ、ロボいるよ、ロボいるよ。どういうこと？わかった。わかったぞ。多分だけど、ここでもう一回コーラをやる。それで、右を壊して止めて、絶対そうだ、絶対そうだ。右を壊して、止めて、この状態で、プーンくん潰して、下行ってから、ロボット見えてからドン。来たんでしょ、これ。え、違う？これ。これ以外何も思いつかないんだけど。絶対そうだ、絶対。わかった。甲羅をポンって触ったらすぐに僕も一緒に向かうと。向こうに。あ、やべえ。それしか考えられない。これで、うん、それしか考えられない。あ、まさか。でもこれ亀の甲羅なくなっちゃうからな、下手したら。上に乗らないようにだから、こんくらいか。死んだ？てか、これもはや。どういうこと？いや、この亀の甲羅であのロボット倒すとしか考えられないんだよ。どうやればロボット倒せるんだ？勝ったかも。亀の甲羅を右に蹴ると右にぶつかって左にもう一回ぶつかって右に行くから、その間にプーンくん潰してすぐに右行けと、そういうことでしょ。絶対そうだよ。これ6つ間違いない。それで間違いないよ。まずこの一番遠いところで踏んで、あ、絶対そうだ。ってことはプーンくんが下行ったくらいでこれを、ほっ、あー、いや、合ってる合ってる、絶対合ってる。あ、こういうことだ。あ、来たーしゃる。やったー。今までで一番嬉しいよ。しゃ、これがフォースステージ。やった、嬉しい。推理して解けたのが嬉しい。はぁ、嬉しかった。いやぁ、まあ、ゲームで楽しいのはもちろんなんですけど、ここまで嬉しかったのは初めてかな。嬉しかった。はい、次回は第4ステージチャレンジしたいと思います。乞うご期待。ショボンのアクションのファーストステージ、セカンドステージの実況動画、まだ見ていないという方いましたら、この動画の概要にファーストステージからのプレイリストのリンク載せておきますので、ぜひぜひそちらからご覧ください。
ヒカキンゲームズをまだチャンネル登録していないという方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方はこちらをクリック。スマートフォンの方は画面の下のチャンネル登録からよろしくお願いします。それでは次回、ステージ4でお会いしましょう。バイ。